完全ワイヤレスイヤホン、 JBL のパワフルなサウンド、低音域がめっちゃピュア、いいっすね。これね、音楽めっちゃ楽しめます。高倉屋。はい、どうも、高倉屋の高倉です。今日は旅の道具紹介、いつもと様子が違いますね。そう、新しくイヤホンを買ってしまいました。高倉屋、これを買いました。 JBL、 はい、なかなか静かな環境がなくて JBL です。いい価格で値切りもできまして手に入れました。早速開封していきたいと思います。ケースですね、ケース兼充電器になって、でこいつにこういう感じで、あ、お、はい、これ見えますかね、ここ白く点がついたの、これでまあ充電が始まっていくという形に。で他にはこの USB コード、充電用のここに挿して充電する。このイヤチップですね、あのスモール、ミディアム、ラージそれぞれあります。はい、でそれぞれ説明書と、保証書になっている紙がここに入ってます。 Bluetooth のイヤホンなんでそんなに難しいことはないと思います。もうこの感じ、その誰でも使えるように絵だけ、文字がほとんどないっていう、なかなかいい活かした説明書ですね。What's in the box っていうことで、箱の中に入っているもの確認してくださいねっていうことですね。で How to wear っていう形で、もうね、ほんと交通量多いんですよね、ロトルは意外に。こんな風につけます。 JBL っていう文字が水平になりますよっていう感じで、 First time use、今みたいに入れて充電を開始してくださいっていうことだと思います。次パワーオンコネクト、ここからやっていこうと思います。早速ペアリングしていきたいと思います。高倉屋、パワーオンとコネクトですね、右耳のやつを電源入れて携帯デバイスの方の Bluetooth をオンにしてコネクトしろっていうことが絵で表現されています。もうね、ほんとノイズが多い。しかもこれキンコンカンコンって続かないんで、お、なんなんこの中途半端な、あ、着きました感じで、今青く点滅しましたね。でこっちのスマホの方の Bluetooth をオンにして見ていきます。あ、出ました。見てください、ここ JBL Tune 120TWS、 これをペアリングします。できました、簡単ですね。JBL Tune 120TWS 通話とメディアオーディオに対して接続済みっていうことで、このパワーオンとコネクトが終わりました。次ペアリング、オートマティックペアリング、おお、今ねこの右耳だけしか操作してないんですけど、この L レフトのやつとはこのオートマティックでペアリングされるみたいです。もうこれだけ、これだけですね、やることは、これだけやること。じゃあ実際にちょっとアシッドパウリを聞いてみたいと思います。装着感はこんな感じで、今聞こえてる感じは耳栓をしたような密閉感で、フィット感も結構高い、不思議なぐらいフィットしてます。このサウンドクラウドでアシッドパウリ、今年ねフルー行ける人いいっすね。いや、やばいです、めちゃめちゃいい、いいっすね、すっごい音質いいっすね。このね JBL のパワフルなサウンド、これね音楽めっちゃ楽しめます。でこのお手頃価格で、あ、今回は30ドル値引きできたんで、まあ、1万円もせずに買うことができました。イヤホンの本体は各 7g なんで、両耳で 14g、あんまり気にならない重さと大きさですね。なんで軽い、そして小さい、完全ワイヤレスイヤホン。ケースは 60g なんで全体合わせると 74g ぐらい。はい、こちらのですね、
JBL のチューン120、TWS っていうモデルはですね、今年の6月に発売されたっていうことで、あの JBL の完全ワイヤレスイヤホンになっております。まあね、1万円もしないお手頃価格でこの JBL のパワフルなサウンド、この音楽楽しめるのめっちゃいいですね。電話の受け答えもできますし、あの音楽操作も簡単なタッチで可能になります。なんでもう このね、軽く本体をプッシュするだけで簡単に操作できちゃうっていう。で、使わないときはこのケースに入れて充電が可能になります。このね、ケースにLED が3つあるんですけれども、 LED1 つにつき4時間、こいつ4時間 LED3 つで、12時間分合計16時間連続で音楽を楽しめることができます。急速充電っていうのがあって、15分の充電でなんと1時間再生が可能になるんで、結構この機能は便利だと思います。手軽でスタイリッシュなヘッドセットになると思います。低音域がめっちゃピュア。この耳の形、人間工学に基づいて設計されてるので、これからこれは確かめていくんですけど、長時間つけてても痛くなりにくいということで、なかなか評判のいいで、使わないときはこういう風に中に入れてあげて、で中にこうマグネットがついてるんで、この状態でこういう風に逆さまにしても落ちないようになってます、ね、これで全体で 74g になってますね、このね、イヤホンの世界の人たちってめっちゃ面白い人多くて、今これこのイヤホン のレビューを書いてる人のブログみたいなやつ読んでるんですけど、めっちゃ面白いです。装着感は良好、遮音性もそこそこ、音漏れ少しみたいですね。でなんかわけわかんないこと書いて、レベルが高すぎるんですよね。この高音のところとか、高域は刻みがよく音の分離を強調するハイファイ系サウンドだが、明るさは適度に抑えられていてうるさげな感じはないとか、中音、中域は引っ込み、ボーカルはフルボディでは聞こえてこず、やや細く明るめに感じる、適度な清潔感を意識していて、中高域の音域が音色が鮮やかで、ギターの刻みが明るく綺麗に聞こえてくる。めっちゃなんかいい感じっすよ。低音 100Hz か 40Hz までしっかりした太い振動、いいっすね。 30Hz で沈む、 20Hz でほぼ無音、よくわかんないです。パーカッション、リズム、ドラムは湖面、太鼓の湖に面って書いて、湖面はパリパリ、肉は程よく詰まっているが明るめのパツンパツンした音で快活、ハイハットはドライでシャリッとした手応えもしっかりしており刻みが良い、ボーカルは少し細め、やや明るく、中域の真ん中付近はやや引っ込んでいるのか、ふっくら感はあまりない。やっぱりね、昔からこのイヤホン業界の人たちの世界観っていうのはやっぱりかなりリスペクトすべきものがありますね。はい、ということで新しく購入したイヤホンですね、合計で 74g 荷物が増えてしまいましたが、なんでこれからちょっとこのイヤホン使って旅を続けることになると思うので、また気がついたことがあったら続報します。概要欄の方に装着感がどうだとか書いておきます。あ、なんてこった、ロトルアにはサンドフライがいます。はい、それではこれ昨日行ってた図書館ですね。今音楽聴き始め30分ぐらい経ったんですけど、これマジで買ってよかったです。マジで買ってよかった。フィット感丸っ。